己の欲せざるところを人に施すことなかれですよ。令和2年の5月9日土曜日です。ここは太宰府市の歴史スポーツ公園というところでした。野球をしたりサッカーをしたり散歩をしたりちょっとジョギングしたりとかですね。私もね、朝ここで子供たちとこの自粛の中ね、ちょっとジョギングをしてます。公園は普通通り使えましてね、元気よく子供たちが遊んでおります。まあ、いいことですね。うん、何の制限もされてないと、まあ当たり前なんですけどね。悪法も法なりといってですね、もう決まったことは仕方がありませんからね。いろんな制限がかけられてしまうのは仕方ないことだと思ってます。4月1日から休園、1日からなんですね。本当にね、コロナ騒ぎでいろいろあると思いますけど、見てください、この公共の場所であるバスケットボール、ここはですね、若い子供たちがですね、元気よくですね、少ない遊び場、運動する場としてですね、有効に活用しておりました。ところがですね、ある日突然このテープが貼られ、網をかぶせるということになりました。本当にね、これが現実だと思いませんけど、私はこういうことはね、間違っていると思います。はい、ということで私自身はですね、この自粛自体が馬鹿げてると思ってますけども、まあでも悪法も法なりといってですね、まあ決まったことにはね、まあ、なるべく従うようにはしてますけど、ただね、行き過ぎたものに関してはやっぱ見過ごすことできないっていうところがあるんですよ。このバスケットゴールのことなんていうのはまさにそれでしてね、まあ、ただいたずらかもしれないので、一応市の方に問い合わせてみましたら、やっぱり行政がやっておりました。でコロナ対策だと言ってましたが、それは嘘ですね。コロナ対策であればですよ、テニスコートが閉じた4月1日からやってしかるべきである。私はね、その後も毎朝のように走ってましたけどね、4月の後半ぐらいまで網なかったですよ。っていうことで、いやいや、あれはコロナ対策でないでしょと言ったら、今度はですね、なんかバスケットボールをしてる子供たちがいて、その音でなんかノイローゼになる人がいるとか言ってですね、それで苦情が来たって言うんですよ。それで網かけるんですかね。私ね、周り見たんですけど、であとこうも言ってましたよ。夜遅くまでやるからダメだと。だったら時間を書いたね、看板かなんか立てとけばいいじゃないですかって言ったら、いやそれでも聞かないって言うんですよ。いやでもね、立ててないですよ、そんな看板聞かないって言ってないです最初からね。もう苦情が来たから、ああそうですかって言って網をかけたわけですよね。だって変じゃないですか。私周り見ましたけど、バスケットの音でどうかなるなんていうところに家ないですよ。もうそのバスケットの音でノイローゼになるぐらいだったらですね、病院行った方がいいですよ。全然その人個人の問題ですからね、行政に文句言うことではありません。あそこで遊んでいた子供たちの時間とか場所は奪われたわけですよ。公共の施設ですよ。人の行動を制限するのに、たったその一人の土地狂った苦情でね、やっちゃうんですかね。いやもう恐ろしいですよね。バスケットボールで遊んでた子供たち、私はね、顔も名前も知りませんけどね、どういう気持ちで今過ごしてますかね。本当に心が痛みますよ。大きく傷ついてなければいいですけどね。このバスケットボールに関しては本当に困っている人からの苦情ではないですね。他人の行動を制限したいという意地悪心からの苦情です。それに応えた行政、これが現代日本が抱える病気かもしれませんね。死の玉枠、己の欲せざるところ人に施すことなかれ、この言葉がね、思い浮かびました。名言を読めば元気が出る。こういうバカげたことは他にも山ほどあるので、逐次名言と絡めながらね、紹介していきたいと思います。